企業への関心を深めてもらおうと、昨日高知市で経営者と中高生の交流会が行われました。この交流会は新規事業を目指す人、企業を支援しようと活動している高知ニュービジネス協議会が昨日開きました。交流会には県内の中高生と経営者およそ20人が参加しました。まず経営者が自社が始めた新規事業を紹介。高知が抱える空き家問題や人口減少問題がきっかけとなったことや、設備、資金面などの苦労を説明しました。その後、生徒たちは学校で行っている商品の開発と販売や、今後取り組みたいと考えている事業について PR。人と人とのつながりや商品のターゲット層を考える大切さなどのアドバイスを受けていました。宣伝とかして PR もして、またこういう場でプレゼンをしていこうかなって思いました。そことそこ一緒にしちゃってもいいんだとか、新しい取り組みを例えば高知でやるってことに意味があって、私たちもなんかこう新しいことやったら高知に注目されて、で課外活動している学生にも注目が当たって、今後こういろんな人が活動できるんじゃないかなって思ったんで、やる気が出ました。参加してくれる学生さんたちは本当に積極的で、こういう若い人がいればこれからも高知が元気になっていくんじゃないかなと思ってます。次回の交流会は4月に行われる予定です。